学校給食の配膳風景日本の学校給食とは日本において学校で一定の特定多数人のために専門の施設を用いて組織的、継続的に提供される給食。日本において単に給食といえばこの学校給食のことを指す場合が多い。日本においては小学校や中学校などで給食が提供されている。給食は調理作業の能率化。 調理場施設における衛生管理や栄養管理が行われている。各自治体など学校運営者の方針によってやや事情は異なるが、基本的に幼稚園から小学校を経て中学校までが一般的で、他に定時制高等学校で給食が提供されている。特別支援学校では幼稚部から高等部までの全学年が給食が提供されているほか、 高等部を単独で設置する高等支援学校でも給食が実施されている。近年、一部全日制高等学校においても給食が開始され始めている。学校給食法では義務教育所学校の設置者は当該義務教育所学校において学校給食が実施されるように努めなければならないとされている。また、国および地方公共団体は学校給食の普及と 健全な発達を図るように努めなければならないとされている。なお、学校給食による教育効果を促進する観点から、1950年に1月24日から1月30日までの1週間を全国学校給食週間としている。学校給食法第2条は義務教育所学校における教育の目的を実現するため学校給食を 実施するにあたっての目標が規定されている。適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。学校生活を豊かにし、明るい社交性及び共同の精神を養うこと。食生活が 自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する、精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。食生活が食に関わる、人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。 食料の生産、流通及び消費について正しい理解に導くこと。再現された昭和時代の学校給食日本の学校給食の起源は1889年山形県の市立中愛小学校で無料で食事を配ったのがルーツとされる。当初はおにぎりと漬物だけという簡素なものであった。その後各地で一部の子供に対して、つまり 結食児童対策としてパンなどが一部の学校で配られるようになっていった。1930年代に入ると学校給食林時施設法が制定され、一部とはいえ学校給食が実施されるようになったが、1940年代に入ると食料事情悪化のために中断された。戦後の1945年以降は日本を占領したアメリカ合衆国や外国からの 食料援助によって、児童の結食対策として徐々に給食は再開され、1947年1月、東京都で、ララ物資による復職のみ、学校給食が再開した。1952年あたりからは、食料事情の改善により、全国的に完全給食を実施することが可能となり、同時に、給食の目的は、結食児童対策から、教育の一環と位置づけられ、 また、学校給食法が制定され、財政力の弱い地方自治体でも、地方交付税交付金と補助金によって、全児童への完全給食が可能となり、現在の体制が構築された。アメリカ合衆国では、1930年代より、余剰作物の有効活用として、学校給食の援助がスタートした。 第二次世界大戦後のアメリカのヨーロッパに対する支援が一段落し、溢れるアメリカの農畜産業の余剰小麦の刷毛口として日本がターゲットとなり、日本国内の小麦消費拡大運動の展開の一環として学校給食も対象となった。学校給食は極端な米繁殖重視だった日本人の食生活を大幅に変容させ、日本にパンや 乳製品の消費が定着する一因ともなった。高度経済成長を経て、日本が豊かになるにつれてその内容は大きな変遷を遂げた。1960年代から1970年代前半にかけて脱脂粉乳が牛乳に変わり、1976年には米飯給食が制度上位置づけられ、1980年代以降全国的に普及した。 日本人の食事が洋食化するにつれ込めの消費量が減った。当初パン食が中心だったのは日本にパンを根付かせ小麦の輸出を拡大したい米国の意図があったと言われるが日本人の伝統的な主食は米という考えやメニューのおかずによっては食パンは合わない余った小米、ここ米の処理などのためにも米を出すようになった。さらにパンをクロワッサンに汁物を トムヤムクンやボルシチにするなど、従来あまり馴染みのなかったメニューも供され、近年では普段の食事と変わりないか、それを上回るメニューが多く登場している。食物アレルギーを持つ児童生徒に対応した特別食を作る場合もある。生。中学校にも適用されるようになった。夜間家庭を置く高等学校における学校給食に関する法律が交付された。 学校給食の始まりは、山形県の私立中愛小学校以外に、合津藩の藩校、日清館とも言われている。日本の学校給食法施行規則第一条で定められている区分。2009年の文部科学省の調査では、日本での完全給食実施率は小学校で98.1%、中学校で76.2%であった。静岡県浜松市では、 慣例として1978年から、小中学生が週1回家庭から米飯を学校に持参し、給食として提供するおかずと共に昼食をとる、持参米飯が実施されていた。持参米飯は朝にご飯を炊いてもらうことで朝食をとる機会を増やすこと、給食費を抑えることを目的にしており、2021年5月時点で10校で、持参米飯が実施されていた。しかし、 合併後、旧市長で異なっていた給食費の金額等を統一し、給食費の管理を各校ではなく市が一括管理する公会計課が導入されることになり、保護者からも持参米飯は準備が大変で、食中毒が心配などの声も強まっていたことから2022年度から廃止されることになった。このか、おかずの調理は単独調理で行うが、主食の米飯、 パンなどは給食センターから配送されるハイブリッド方式や親子方式と呼ばれる方式がある。2006年3月2日のある小学校の給食時代によって食文化が変容するとともに給食のメニューもまた様変わりしている。親の世代の給食内容を子供に話すことは世代の違いや歴史を知る良い機会にもなる。1980年代からは食育という 食事の教育的側面が注目されるようになっている。行事との関連を図ったり、食を通した強度や異文化を理解したりさせたりすることが狙いとして挙げられる。学校給食は、学校内で、すべて同一の分量が出るわけではなく、いくつかの種類に分けられている。一例としては、小学校低学年、中学年、高学年、中学校、教職員と4段階に分け、 分量をそれぞれ設定するなどがある。ただし、これらの規定は、同学年イコール同年齢という年齢主義に基づいているため、想定年齢より高年齢の大学者に対しても、その学年用の給食が支給されることになる。なお、以下では、学校給食において特に特筆される食品についてのみ述べる。給食に国産食材を使った和食を増やすことを求めて、 活動している団体もある。給食一般における食器については、食器の選定を参照。先割れスプーン学校給食以外ではあまり見かけない、食器として先割れスプーンがある。スプーンの先端がフォークのように割れた、この食器は、スプーンとフォークの役割をこなせて、しかも両方準備する手間が省けるとして、学校給食の現場に普及した。しかし、 1980年代頃に、スープがこぼれるので、食器に顔を持っていく犬食いになる、箸が使えなくなる、食べづらいといった批判がなされ、徐々に姿を消した。今日学校給食では箸やスプーン、フォークが提供されている学校が多く、箸の訓練になるようにと、通称自動箸と呼ばれる、先端部に刻み目を入れることで食品をつかみやすく、工夫された箸を使用する地域もある。 合成樹脂製食器は一時、食器点数の軽減による管理の勘弁化を目的として、ランチプレートと呼ばれるすべての料理を一枚のプレートに、あるおのののくぼみに装う様式が用いられた。しかし、日本では、ワン等の食器を持って食べるという文化があり、また、全室の犬食い問題もあって中止された。また、食器に素材については、学校給食早々期から、 アルマイト製の食器が主流であったが、1970年代には、軽量で扱いやすいポリプロピレン製食器の導入も始まった。しかし、1976年に、東京都でポリプロピレン食器から添加剤のジブチルヒドロキシトルエンが微量ではあるものの、溶出されることが明らかにされると、練り膜などで使用を中止する事例も見られた。その後、 メラミン製やポリカーボネート製の食器の導入も見られたが、こちらも2000年代に樹脂の添加剤であるビスフェノール A が検出される例があり、物議を醸したことがあった。近年の学校給食では、ランチルーム方式やバイキング方式も多くなってきている。給食当番給食用エレベーター一般的な学校給食は朝からの4時間授業の後、 正午過ぎ午後一時の間に配膳され、食事後片付けを済ませる。ただし、定時制学校では時間帯や量が異なり、例えば朝食を抜いてくることが分かっている生徒に朝に軽食内視等分を含んだ飲み物を提供する学校もある。配膳は児童生徒による交代制により行われ、これを給食当番という。給食当番の主な仕事として以下が挙げられる。 なお、給食の調理及び食器類の洗浄は、調理場にて一括して行われ、給食当番は一切関与しない。当番の期間は、学校や学級担任の考え方によって様々であるが、多くは一週間程度で、当番は数人で構成している。エプロン、三角巾、マスクなどを着用し、マスクを除いた着用具は、洗濯をした後、次の当番へ渡す。なお、 当番に教師は含まれない。マスクや洗濯のために持ち帰った着用具は忘れ物となりやすいため、着用具類いの忘れ物が一定以上あると罰則としてもう一週間当番をしなければならないなど、忘れ物防止のために学級によって様々なルールが作られている。白衣、防止、マスクは給食当番の人のみ着用し、 配膳の仕事が終わるとそれらを脱ぎ給食を食べるのが一般的だが学校の決まりやクラス担任の指導方針の違いにより以下のようなパターンがある。給食時間は学校により異なるが放送が行われることが多い。校内の放送室を利用したもので全校に向け放送される。今日の給食の紹介及び児童生徒による音楽を流したり話をすることからなる。 各教室のテレビを利用してビデオプログラムを上映することもある。ただ一部の生徒からは放送中喋ることができないというルールにより心よく思われていない面もある。学校給食法第2条に定める学校給食の目標に従い学校給食を通した食育が行われている。様々な食材をバランスよく摂取する指導、地元の素材や食器を使い、 正しい食事作法を身につける指導などが実践されている。かつての管理教育前世時代には、栄養欠乏の改善、変食や野菜嫌いなどを強制する、食べ残しをしない、生活習慣を身につける、集団におけるマナーなどの観点から残すことを禁止する教師が多かった。しかし、食物アレルギーに対する配慮などから残すことを禁止する風潮は減りつつある。 特に症状の重い児童、生徒は学校側との交渉の上、給食を取らずに弁当を持参することが認められるケースもある。また、食べる前に食べられる量まで減らすように指導する教員も増えている。ただし、学級担任の考え方により給食を残すことを是か非かとするかは異なり、残すことを禁止している教員も一方で存在する。特に、 特別支援学校では生活指導に重く、三角食べの例1970年代前半まで、地域によっては給食を食べ残すことは禁止されている場合があり、放課後まで残されて残さず食べることを強要されたり、三角食べと称する食べ方を強制されたりする場合もあったが、これらの行為は逆に反教育的であるとして行われなくなってきている。場合によってはいじめにもつながることもある。 食生活の指導を一般教員が行うことには限界があるという例である。また、三角食べは栄養不足時代の指導だとする指摘がある。また非常に稀であるが、皇族や政治家や著名人が現場視察の一環として生徒と給食を共にすることもある。学校給食はメリットの方が大きいが、集団活動の一環でもあり、問題も多く発生している。 ここではまず列挙程度で述べられるいくつかのトピックを示し、個別に掲げるべき問題、すなわち宗教的配慮、アレルギー対策、給食費問題、廃止論は別途節を切って論ずる。社会現象の節で取り上げた事柄も一部は問題としての側面もあるので合わせて参照されたい。学校給食ではある特定宗教の教徒には戒律で食べられないものが出ることがある。 1999年4月、三重県津市の白塚小学校のイスラム教徒であるバングラで主人児童のために提供していた代替食の提供を突然止めた問題があった。イスラム教徒は宗教上の理由で豚肉や豚由来の食品を食べることができないため、白塚小学校では混立に豚肉が含まれる場合に軽肉度を使った別メニューを提供していた。しかし、 津市の教育委員会が文部省の基準をもとにした市の衛生管理基準に反しているという理由でこの代替職の提供の打ち切りを小学校に指導し、小学校側は代替職の提供を止めた。このことが異文化や宗教の無理解、外国人差別、国際感覚の欠如として問題となった。文部省学校健康教育課は、 アレルギーなどの理由である食品が食べられない児童らに代替食を提供するなどの対応を認めた手引きを出しており、市の言う特別食はダメとはしていない。逆に宗教的理由でも弾力的な配慮があってもいいとしている。中日新聞2000年1月29日付によると、上記特別食は1999年9月中に再開された。 2011年9月、文京区教育委員会が独立中学校に通う、インドネシア人生徒のために豚肉を除去した代替食を提供することを拒否している。文京区教育委員会によると、アレルギーの場合は、生命の危険性があるために代替食を提供するが、宗教的なことに関しては、個人的な理由として提供できないと説明している。また、一部では、 ハラールはわがままに過ぎず、里に入れば、里に従いに反するという意見もあるほか、ハラール食は手間がかかるので通常の給食費よりも割高増額で対応するところもある。2003年時点で生徒の約1.3%が何らかのアレルギーを申告しているが、自治体、学校側の対策は不十分な状態となっている。対策としてはなどがあるが、 経費がかかりすぎるためアレルギーに対応できない学校も多いという。また、アレルギー対策が不十分であったために、2012年12月20日に、調布市立富士見台小学校にて、チーズ入り縮みを誤食した女児がアレルギー発作で死亡事故が生規した。アレルギー対策を踏まえた食材調達を望む声があるが、食材は都道府県で設立されている。 学校給食会が窓口となって調達しているため、個別の配慮や要望が届かない場合がある。福岡県福岡市では2020年度より主食に関して学校給食会を通さない調達を始めた。日本国憲法第26条第2項講団は義務教育を無償とすることを規定している。しかし、この無償となる費用に、 給食費などの授業料以外の費用は含まれないとする判例がある。学校給食法第11条は、学校給食の経費について、学校設置者と児童、生徒の保護者が負担することと規定している。昨今、支払う余裕があるにもかかわらず、意図的に給食費を支払わない保護者が問題視されており、近年テレビ番組の特集などでも多く取り上げられるようになった。 給食費を支払わない保護者の言い分としては、給食の契約を結んでいない、義務教育だから払う必要がない、支払う余裕がないなどが多い。中には、催促に来るのは、まるで借金取りみたいだ、給食の提供を停止できるのなら、停止して見せるべきだという発言も報道されている。また、生活保護を受けている世帯では滞納するケースが多いという。 再三の支払い催促も無視する者がおり、給食費を回収に来た職員を保護者が殴った例もある。ただし、実態としては滞納者は約1%、滞納額は約0.5%であり、さほど重大な問題ではないという指摘。問題の規模の小ささに比べ、マスメディアの取り上げ方が大げさであるという指摘。未納問題は昨今始まったことではないのでこれを、 昨今の親のモラル低下を原因とするのは、的外れという指摘もある。2007年1月24日、文部科学省は、初の全国調査結果を公表し、2005年度の小中学校の滞納総額が、本来払うべき、学全体の0.5%である22億円を超えたことを明らかにした。滞納者数は10万人近くで、約100人に1人が滞納していた計算となる。 滞納率は県別では沖縄県が3.8%、北海道1.4%、宮城県1.1%の順に高く最も低かったのは富山県と京都府の0.1%だった。その理由として滞納があった学校の6割が保護者のモラルの低下を原因として挙げている。また保護者の経済的問題を理由に挙げたのは3割であった。 対応者を多数抱える自治体は対応に苦慮しており自治体や学校での未納応募施策としては給食費を他の副教材費等と一緒にし集金として徴収する前払い式職権方式にするなどが行われている一部の学校では児童の保護者に給食費を払わないと給食を食べさせないので弁当を持たす胸の誓約書を書かせたことで話題になった 埼玉県北本市の私立中学校4校では2015年7月から給食費未納により食材購入に影響を及ぼす問題に直面したため3ヶ月給食費の未納が続いた場合には給食を提供しないことを決め各家庭に通知したところ該当する保護者は43人から3人に激減した。また、 東京都練馬区では2014年度から滞納者への働きかけ及び徴収を弁護士に委託する制度を導入しており約260万円に及ぶ未納費が約120万円になる効果があった少子化対策の一環として日本政府は2007年度より幼稚園の給食費を消費税の課税対象から外すとしている山口県久賀郡は基調では幼稚園 小学校、中学校の北海道三笠市では2006年度より少子化対策の一環として小学校の給食費を無料としている。給食の過程で出る食べ残しや調理くずを給食残しあるいは給食残さという。中学校において3人に1人が美味しくないと思っているというアンケート結果もあり、食べ残しによる残飯が問題になっている。 2013年度の環境省の調査では、小中学校の給食における食品ロスは6.9%で、欠席者を考慮しない重量によれば1人当たり1年間で 7.1kg に当たる。千葉県松戸市では、小中学校7校で、学校給食で出る食べ残しや調理クズなどを、養豚の飼料にリサイクルする事業を実施している。岐阜県江那市は、学校給食残死の 3R 促進モデル事業の自治体に選定され、江名市立長島小学校では給食の残りを肥料に、大豆を育てようという試みが実践されている。なお、堺市立堺高等学校定時制では、担当教諭がもったいない、廃棄の手間がかかるなどで、4年間で牛乳4200本、パン1 0余りを持ち帰っていて、減給処分後、遺願退職した。玉川徹と、 小木直樹は、処分は仕方なく、もったいないは、理解できるが、民間企業の、福岡市では残死を減らす試みとして、パンの持ち帰りを実施しているが、これも夏場は、問題あるとか、食べかけを持ち帰るは不衛生などの賛否両論が、起きている。兵庫県神戸市では2014年11月より、市内の下手弁当業者と契約を結び、中学校で提供を開始したが、 2015年10月に髪の毛やビニール片、虫などの異物が混入しているケースが86件を発生し、事態を重く見た神戸市はこの業者との契約を解除した。なお、この業者は給食提供による設備投資を行っていたが、契約解除のため召喚ができなくなったこともあり、同年12月29日に民事再生法を申請している。 給食導入が遅れていた大阪市の中学校では2014年よりデリバリー方式による給食の提供を開始したが残食率が重量費で30%、金額費で25%に達しており年間5億円もの廃棄費用が発生している。2015年9月に小学校の給食施設で調理した給食を中学校へ提供する親子方式を 試験的に行ったところ残食率が5%まで改善されたことから順次親子方式へ切り替えている。神奈川県大磯町では町内の中学校を対象に2016年1月よりエンゼルフーズによる仕出し弁当方式の給食を開始したが2017年9月時点で食べ残し率が26%と全国平均の6.9%を大幅に 上回っている。さらに84件もの異物混入が発覚し、全国のマスメディアや、町議会を巻き込んだ騒動にまで発展している。その後、2017年10月に供給停止し、最新技の結果、事項方式による提供で再開するとしている。給食にかかる行政コストが問題になったり、親が愛情を込めて作った弁当を食べることで、 親子の会話と絆も生まれるとして、学校給食廃止が議論になっていた地域も多かった。近年食育意識の高まりや、格差是正の観点、栄養の偏りの是正、共働きの増加など要因から、給食維持の声は強まっている。1992年6月には、埼玉県昭和町の上谷直町長が、学校給食廃止の方針を突如打ち出した。 戦後の給食の役割は終わったとして、これまで給食に費やしていたお金を教育投資に回すべきだと主張したが、保護者らの反対と神谷の死去に伴い、同年11月に町議会は給食廃止論を撤回、立ち消えになった。当時、新聞各紙や NHK などで全国的に報道された。学校給食にノスタルジーを感じる大人向けに、 給食と同じような献立を提供するレストランも存在する。一部のホテルなどで昔の学校給食を再現してメニューとして提供したところ好評を博した。コンビニなどでも商品化の動きがある。NPO 法人21世紀構想研究会により日本一の学校給食を競う全国学校給食講子園が行われた。給食。 ありがとうございます。